安倍国安倍国へ3月10日から1950年10月19日は、日本の鉄道官僚、土木技術者、鉄道技術者、土木工学者、鉄道工学者、工学博士。元鉄道省東京鉄道局公務課議士、元東京地下鉄道技士長、限定都復興員直任議士、元東京市電機局技術長、元東京高速鉄道顧問議士。 日本で最初の地下鉄の設計者。新潟県中間原群流作場に行った出身。1900年3月に新潟県中学校を卒業。1903年7月に第4高等学校を卒業。1906年7月に東京帝国大学校科大学土木工学科を卒業。1906年7月に鉄道作業局に技師として入局。 1909年12月28日に、鉄道院議士に任官、中部鉄道管理局公務課に配属、東海道線の東京横浜間の鉄道の改良工事に従事、以後、東京の国有鉄道の工事を担当。1920年8月29日に、早川特事によって設立された東京地下鉄道が、鉄道省に地下鉄の建設ができる。 鉄道技師を要請すると、鉄道省の推薦により、1921年1月に東京地下鉄道建設課課長に就任。1921年3月13日から1922年3月16日まで、品川南千住間の193地点のボーリングによる地質調査を実施、同時に地下鉄の設計を作成。 1922年3月24日から同年11月17日まで作成した地下鉄の設計との比較調査研究のためアメリカ及びヨーロッパの地下鉄や地下鉄工事を視察各都市の議市長と面会1923年9月1日に関東大震災が発生すると鉄道省の要請により1924年2月22日に ゲート復興委員技師に任官、土木局に配属。1924年2月25日に内務省復興局土木部公務課課長に就任。1924年3月22日から内務省復興局土木部加工課課長を兼任。1926年12月24日に内務省復興局土木部公務課課長を辞職。東京市電機局公務課課長及び、 高速鉄道調査課課長に就任。1936年に東京高速鉄道調査課課長に就任。1937年9月に東京帝国大学から工学博士号を取得。ありがとうございます。